車両バックしますね。伊予が丘ガラス瓶ですよね。だから もちろん持って帰っちゃダメだから、ずっと当時のままなんでしょうね、きっと。マジでじゃないのこれ、だってこういうのみんなね、住んでた方のじゃないかもしれないかもしれませんね。うん、ですよね、うん、住んでた方の軍のですね、この茶碗じゃないですか、みんな出るやつはですね、ごぼう石かれてるんですよ、後ろに。ああ、そうなんですか、うん、ほとんど軍用は。へえ。だからあの沖縄のですね、はい、おりますよね。はい。軍のあれですね、この茶碗が出てきますからね。ほとんど大体ごぼう製かかってます。はあ、うん。すごい、なんか人が住んでたんだ、本当に。めっちゃ住んでますね。へえ。どこまで行っていいんだろう。あ、すいません。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。うわ、それなんだそれ。
煙突かな。なんすかね、これ。すごい。うわ、骨だ。歯があの死体といえばあっちになった、そっちに前々来たのからなんですけど、寄生虫がいっぱいいて、触ったらなんか脳つってやばいですから、中身ないです、ね、すみません、あそこにあるあれは何か建物なんですか、構造物ですか。山ですね、岩です、ね、あれに結構銃弾が撃ち込まれた跡が結構ある。で右手奥の方に結構沼があって、はい、ブツブツ、はい、スコブダニみたいな感じが混じれてます。地下水とは違う。違います。泥水。泥を湯つけたりする。もうちょっとそれは普通の後だと思うんですけど、まあ、昔変わったりするんです。こういう溶岩を出る下にも棒を掘ってたっていうことなんですか。まあ、多分無理ですね。あ、そうですか。うちのドライバーを持ってます。